はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンライトジャケットとマウンテンジャケットの比較をしていきたいなというふうに思います。ということで、この企画は擦りまくってるんやと、毎回同じような企画をしてるんですけども、今回ね、ちょっと待ってくださいよ、新しい発見もありましたんで、ちょっとそれもお伝えさせてくださいよ、まだ離れないでくださいよ。ということでね、僕この企画だけでも 3,4 回やってんちゃうかなと思うんですけども、比較動画ってね、結構人気あるんですよ。で、特にね、このマウンテンライトとマウンテンジャケットの比較ってね、1回動画作ってもまた聞かれるし、また2回目作ってもまた聞かれるんですよ。ってことは、何回作ってもいいんかなということでね、今回4回目ぐらいかな、そんな感じなんですけど、作らせていただきました。で、今回に関してはね、僕が気づいてなかった点っていうのがいろいろ気づけたんですよ。ね、なんで気づけたのというとね、視聴者さんにね、アンケートで、マウンテンライトとマウンテンジャケットの違いって何がありますかと、僕も感じるのって、値段とか着心地とかそんなんなんですけど、皆さんどう思いますか言うたらね、あ、意外と、あ、そんなこともあんねんなっていうのがね、いろいろ知れたので、皆さんの知見を存分に活かしたね、比較動画を今日は作りたいなと思います。まあ、この動画をね、見ていただいてる皆さんやったら、もうこの、どっちの方が高いとかはね、ご存知だと思います。一応紹介しておきますね。この黒の方がね、北斗の拳でいうところのラオウと同じポジションです。だから最強にしてハイスペックなジャケットで、次が北斗の拳でいうところのこっちライトの方はちょっと軽いのでね、ケンシロウかなと。最終的にはこれ勝てるかもしれんねんけども、パッと見た感じはもう負けてるよねというところの位置づけです。ドラゴンボールでいうところではブロリーと悟空ですかね。もしくはヤムチャとクリリンというような感じの位置づけでもいいかなと思うんですが、そういったジャケットとね、紹介していくと、比較していくということで、本日の流れとしてはですね、まず皆さんの中で一番多かった違い、これが一番違いますよっていう違いがね、まずあって、それはそうでしょうっていうのがあるんですけど、それ以外にもね、コメント欄とかで、いや、ここもちゃうよ、ここもちゃうよ、いろいろいただいたんでね、その辺をね、ペラ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 と喋って今日は終わりにしていきたいなと思います。だからね、今回は僕の話っていうのはもうほぼ入ってないんで、皆さんがどう思ったかというところをね、お話しさせていただこうということで、まず一番最初の違い、このマウンテンジャケットとマウンテンライトジャケット、何が一番違うんですか。最も多かったのはこちらになってます。そう、それがですね、生地感ということでね、これちょっとこうやって喋ってたらなんかやらしい、よく警察24時とかで出てくるような目線入ってるような感じになってますが、このままお届けしますね。そしてこっちのマウンテンライトの方が少し生地が薄いんですよ。生地の厚さとしてはね、どれぐらいあるな、一応倍ぐらい違う感じにはなってます。だからこのマウンテンライトの方がもう見るからに、ね、柔らかい感じ、見てもらおうか、こうバーって見たらね、柔らかそうな感じやねっていうことでしょ。ほんでマウンテンジャケット、こっちの方がね、生地が硬い、パキパキいうような硬い感じになってますわ。さっき値段言うの忘れてた。値段が、こっちの方がね、4万円切るぐらいで、こっちの方はマウンテンジャケットが5万5千、約1万5千の違いがございます。タバコに換算すると今やったら500円ぐらいなんかな、もしかしたら1000円に上がるとかって噂も聞いたりしたんやけども、500円やとしたら1ヶ月分か、毎日1箱すると思ったら1ヶ月分ぐらい値段変わってくるけど、1ヶ月禁煙してください。そしたらこのジャケットの方でも選べるし、こっちの方でも選べる、どっちも好きな方選べるんやけど、今あなたそのままタバコ吸ってていいんですかと。タバコ吸ってたら一番ショッキングなことはね、お金じゃなくてね、この歯茎とかがね、もう紫になっていくんですよ。だからそういう皆さん気をつけてくださいねなんて言って、僕はタバコ5年前にやめましたので、今歯茎の色も綺麗に戻ってきましたという、タバコ情報はいいと思うんですけども、それぐらいね、値段がね、1万5000円違います。そして着心地が違うと。で、マウンテンライト一回着ましょうか。このね、ケンシロウの方はね、こうやっぱ手とか曲げててもめっちゃ柔らかいからね、あんまりそんな、なんていうのな、こうストレスとかない。もちろん服着てるなっていう感じはあるけど、なんかパキパキして、マウンテンパーカーのこうパキパキ具合が動きづらいわっていうのは全然ないんで、動きやすいですね。で、しかもさらにこう裏生地もね、あるから、別にそんなペラペラっていう感じもないんですよ。ちゃんと裏にも生地あるし、表の生地もしっかりした生地使ってるということでね、これ違いとして生地感が違うっていう方多かったんですけども、どっちが好きっていうのは聞いてないんですが、結構この薄い生地感というか、ちょうどいい生地感が好きっていうのがね、マウンテンライトでも非常に多いんですよね。で、対してね、このヤムチャの方はちょっと生地がパキパキしてるとまではいかん、そこまで硬いとかは思わへんねんけど、なんかこうやっぱりしっかりしてる感じはあるんですよ。で、一応数値でね、表すとね、これ興味ないという方も多いんですけども、数値だけで一応言わせてください。これが150デニール、よく女性とかやったらね、スパッツのね、なんとかデニールとか言ってね、数字が低くなればなるほど、ちょっとやらしいね、肌色が見える感じになってきて、数字が高くなればなるほどもう真っ黒で見えへんっていうのが、ナイロンってデニールで言うんですけど、それと全く同じで、これが150デニールね。そしてこのマウンテンライトは70なんですよ。だから数字がこっちの方が70で低い、こっちの方が150で高いということで、そういう意味ではやらしくないジャケットですよね、こっちの方がね。で、もしかにですね、この動画見ていただいてて、その洋服あんま好
好きじゃないねんけど、なんかナイロンにやたら詳しい人とかね、デニールのスーツに詳しい人はね、ちょっと危ないかもしれない。夜の店とかにね行ってる可能性があるので、その辺は気をつけてくださいねなんて言ってるんですけど、まず生地が違うと。そしてもって次の違いで一番多かったのはベンチレーションかな。このね脇のところにねこういう感じでジップついてるんですよ。このジップ何って言うとピューって開けるじゃないですか。開けたらねこうやって中見えるんですよ。これ両方とも開けてますけどね、こんな感じで。まあ、このベンチレーションね、どのタイミングでお前使うねんと、こんな脇のところにジッパーってどのタイミングで使うねんって言うとね、僕が一番よく使うのはやっぱ自転車乗ってる時、チャリンコ乗ってて漕いでたりして暑なってくるじゃないですか。でその時にねうわ暑いなと思ってね、前開けたらねちょっと寒いかなと思った時にね、この脇だけピュッて開けてあるんですよ。ほんなら熱がね一番ここ暑いからパーって逃げていって、程よく寒くなったらまた閉めてあげるんですよね。でそんな使い方もできるし、それ以外にやったら電車かな、電車とか乗ってる時とかもこういきなりジャケット脱いだり着たりするのって結構周りの人に迷惑かかるから、ちょっとだけ脇だけねピューってこうやって開けてあるんですよ。ほんならねちょっと暑いのマシになったりするからね、これがマウンテンジャケットにはあるんですよ。ラオウの方にはあるけどケンシロウの方にはない。こっちにはそういったジップが付いてないっていうのも違い。そしてさらにはですね、これも結構多かったな、襟元が高いということで、ちょっと締めた状態見てもらいますね。こんな感じでどうやろう、襟元見えてるんかな。結構ね全部締めるとこの顎のところまでしっかり止まってくれるから、僕がねこれの恩恵を受けるのはね、やっぱ冬場のチャリンコとか、僕チャリンコ乗るんですけど、チャリンコ乗ったり今後バイク乗っていったりした時ね、この首のところから風入ってくるのってやっぱ寒いんですけど、これ結構高めやからね、こうやってちょっと顎閉じたらね、もうちょうどね僕のちょびひげが隠れるぐらいになってるじゃないですか。ただこれがマウンテンライトの方に着替えていくと、こうやってね一番上まで締めてるんですけど、さっきはこうやって首がね全く見えへんかったに対して、やっぱりちょっと首見えてるでしょ。でここの隙間があるからね、この襟元がね高いか低いかも違いですっておっしゃってて、あなるほどなと。今ここ気になる人はね、まあフリースとかね中着たらいいしね、ネックウォーマーとかつけたらまあまあいけるっちゃ思うんですけど、まあ、この襟の高さもね違いになってるんじゃないですかっていうところがあったりだとか、あとそれ以外にやったら3つぐらいあるんかな。次が重さですね。ジャケット自体の重さが、この今着てる僕のケンシロウタイプが705g っていう重さで、次にこのラオウの方がですね880g になってるんですね。だからそのさ 175g で、 175g ってどれぐらいっていうと、まあ、ちょうど缶ビール半分ぐらいかな。だから缶ビール半分ぐらいの重さ感じますかって言われたら、まああんまそこまで感じないんでしょ。で多分それの要因何っていうと、まあ脇のねベンチレーションにジップがあったりだとか、まあ、生地が分厚いとかね、そういったことで 175g 多分重くなってると思うんですけど、この重さに関してはメーカー表記でね800、880と 705g という違いになってました。ただでもね意見でね、やっぱ重たいですと、マウンテンジャケット重たいですっていう方もいらっしゃったからね、 175g 感じれる人おんねんなと思って、僕そんな繊細っていうか敏感じゃないからね、全然なんか 200-300g ってあんま変わらん感じするんやけども、まあそれが違いというところであったと。でその次に多かったです、これね言われてね、あー確かにそうやなっていうのがあった。なんかね何かっていうとね、まあ僕これ今着てるのがマウンテンライトじゃないですか。でそれってねこう着用するときに上まで全部ジップ締めました。次じゃあこの前のフラップっていうねこの生地あるじゃないですか、この生地をねじゃあ締めていこうってなったときに全部ボタンなんですよ。だからボタンやからね、一個一個ねこうやってパチンって止めて、次ここもまたパチンって止めて、ここもまたパチンって止めて、ここもまたパチンって止めて、で次またパチンって止めて、パチンって止めてを、なんか7個か8個ぐらいやらなダメなんですよ。でこれがめんどくさいと、めちゃくちゃわかるやないかと。で取る時もこうやって一個一個ねパン取っていって、まあ開けるというようなことになってるので、まあフラップ閉めへんかったらいいと思うんです。僕マウンテンライト着る時はねフラップ全く閉めないんですよ。もうこのままジップピューって閉めて終わり。でフラップはねもうバタバタなってるけどあんま気にしないからね、あんまボタン気にしたことなかったんですけど、確かにね毎回きっちり締めある人はね、あーこれ気になるやろうなと思ったんでね、なるほどなっていうことで、なんか今日なるほどばっかり言ってるけど、次マウンテンジャケット一回着てみます。じゃあこっちはどうなってんのと、こっちボタンじゃないのということになったら、これはねよう考えられてるんですわ、ね、何が考えられてんのというとね、同じくねこう全部締めるじゃないですか、バーって締めていきました。ほんで次どうなってるんかっていうと、これマジックテープなんですよね全部が。だからこうやって全部締めた後にこうフラップを前上かぶしてパタンと折りたたんで撫でたら終わりなんですよ。それだけでもうテープ全部ひっついてるんですよね。で外す時も一番上のとこだけボタンなんですよ。だからこのボタンをパチンと外してあげて、ずっとこれマイクをピンとあってな、ボタンポチンと外してあげて、あとはねテープやからビリーってやったらね外れていくんですよ。でこの違いはね、あめちゃくちゃ微妙やけど、これ使ってやな分からん違いやなと思ってね。そういや僕もねこのマウンテンジャケット着るときは前のフラップ締めてんねんけども、
マウンテンライトの時はなんで今まで閉めへんかったんかなと思ったら、このボタンがめんどくさいから閉めへんかったんやっていうことにね、改めて気づいたんですけど、そこが違いと。そしてまあね、それ以外にやったらね、まあ動画ではもうこれフューチャーすることではなかったんで言わんかったんですけど、この裏のね、生地のねメッシュが若干違ったりとか、このスノーカフがついてたりするんやけども、そんなんは別に外したりしたらええことやし、まあ裏生地までそこまであんま気にしないよって方も多いんでね、まああえて触れておりませんが、あとねそれこういうもう一個ありましたね。これ結構気にされる方多いかもしれんけど、なんかフードがマウンテンライトはどうしてもなんかペタンとなりやすいらしいんですけど、マウンテンジャケットの方がこうなんやろな、立体的にふっくらこう来た時でも残ってるらしいんですよ。まあ確かにそれも言われたらそんな気もする。なんかフードの設計が若干違うんかな。そうですね、若干フードの設計が違うからそうなってんやろな。こんな感じで、あ、フードの設計というよりか生地の厚さもありますね。やっぱ生地が薄いからどうしてもこうペタンってなりやすいんですね、このマウンテンライトはね。でマウンテンジャケットの方はこう生地が分厚いからかして、まあふっくらしやすいんかな。これもペタンとなってるけどね。あとまあ若干設計も違いますね。こう立体的になってますね、フードの方が、こっちの方が。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあコスパ重視とか、まあより手軽なものって言われたらこっちのマウンテンライトになってくるし、もうちょっと見た目もかっこよくちょっとフード立体的にしたりとか、前のテープのところとかね着脱しやすくしたいとか、あとまあベンチレーション欲しいとかって言ってきたら、このタバコ1ヶ月やめてくださいねジャケットになってくるし、まあその辺がね違いってなってくると思うんで、まあ、あとはね皆さんがね普段使う時にどこまで求めはるかやと思うんですよ。もうベンチレーションなんか正直いらんでとか、もう別にフードとか寝てたって別になんとも思わんでっていう人ね、そうなってきたらマウンテンライトでもう十二分すぎるし、いやいややっぱり毎日のことやからちょっとボタン一個一個つけるのめんどくさいわってなってきたらね、まあ、こっちのマウンテンジャケットの方がようになってくるんかなというところでね、皆さんからのお声を参考に今回動画を作らせていただきました。なのでね、僕が比較するとね、もうちょっとね生地の話いっぱいしたりとかね、こうスペックの話をねいっぱいしがちやからね、ちょっとそんな話はねいらんわいうことでね、皆さんからねご親切にいろいろいただいたということで本当にありがとうございました。まあ、この動画を作ったからといってね、この問題は解決されるわけじゃないと思うんですよ。もうこれからもね、またねマウンテンジャケットとマウンテンライトジャケット何がちゃうのとか、どっち買ったらええのっていうお声をねまたまたいただくと思いますので、その際はねまた作り直しということで動画を作り直ししていこうと思っておりますので、皆さんも覚悟しておいてくださいということで、本日はですねノースフェイスのマウンテンジャケットとマウンテンライトジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。